それでは開きたいと思います。オープン。あ、すっごい、ハンバーグ出てきました。ホットサンドメーカーを開くと現れたのはパンではなく大ぶりのハンバーグです。うん、口に入れた瞬間に肉汁がじゅわっと出てきました。ホットサンドメーカーということもあって旨味がぎゅっと閉じ込められています。鳥取県伯耆町の大仙坊で今日お披露目されたのはこのハンバーグ。ただのハンバーグではありません。キャンプ専用ハンバーグ、その名もキャンバーグです。キャンプの自然と一緒に鳥取県の食材も楽しんでもらいたいという思いが込めてますので、ホットサンドメーカーで焼いたらすぐできるといった今回商品の開発を行いました。肉は鳥取和牛 100%、 白バラ牛乳も使うなど県産品がふんだんに使われています。開発したのは観光事業などを展開する MK 開発とこちらの男性。一見普通の男性ですが、こんにちは。1日1バーグをもっとり年間400バーグを食すハンバーグ王子の松島です。松島和幸さん40歳。これまで8000バーグ以上を食してきた通称ハンバーグ王子です。ハンバーグというとその牛100豚100なんで、僕から言わせるとハンバーグと無限の可能性がある、まさに宇宙なんです。普段は東京都に住みエンジニアとして働く松島さん。小学生の時からのハンバーグ好きが高じ、20代の頃から全国で食べ歩きを行っています。今回の開発のきっかけ、それは3年前都内のレストランで鳥取和牛のハンバーグを食べたことでした。お酒も相まってですね、鳥取県の美味しいお肉を食べながらいろいろ盛り上がって監修するという運びになったんですね。今年に入りプロジェクトを立ち上げ、ハンバーグ王子監修の地域活性化ハンバーグがついに完成しました。鳥取県の食材ってすごいいいものたくさんあると思うんですね。ただですね、それが結構全国でまだ知られてないかなと思うんです。ハンバーグ王子を通じてハンバーグ界にドンとお知らせします。王子考案のキャンプ専用ハンバーグ、キャンバーグ。あさってから大仙坊の直売所やインターネット、鳥取市の丸友百貨店で購入できます。